2023年の東大の認知科学認知神経科学の授業の第1回の記録です今年はですね何しろ人工知能革命が進行中で昨年のスライドを踏襲しつつ新たにですね人工知能のリアルタイムのことについてのスライドを追加しています昨年の授業の記録は YouTube に上がってますので昨年と共通不足はですね軽く えー、触れるっていうか全体の流れを追うだけにして、えー、新たに追加した人工知能量のリアルタイムの進化についてのスライドについて、ちょっと時間をかけて、えーまあ、お話し,したいと思います。今です、ね、AGI、え、が、ー、できるんじゃないかということを考える人が多くなってきていて、どんどん変わっていくんですけど、そのえー、とこのです、ねえーえー、セバスチャン・ブーベックのスパークスオフ・オ、え、ブ、ー・えー、AGI、えー、私はャジャンイテーナリティーチェですね、この3月22日のトークがなかなか面白くて、 えー、まあ、プえー、その一角字を書かせるとね、こういうなんか変なものを書くんだけども、えーまあ、AI についてはね、いろいろそのなんていうか、えー、会議的な意見もずいぶんあるんだけども、あのまあ、なんか、えー、フォルスベリーフ・タスク、セオリー・オン・マインド、ここの理論はもう通過しちゃったんですよね。 でこれは本当にかなり驚くべきことで、でえー、と今のところ、ね、AGI はあの、まあでかや、インテリジェンスはです、ね、い自分自ら意図を持って動くということはなかなかできないんですね。で一方あの、面白いんですけども、あのね、えと1人当たりの GDP が大きい国ほど、えー、人工知能がもたらす未来については悲観的な、えー、予測が大きくて、これはひょっとしたら、えー AGI がですね、えー、人工知能が、えー、より高い給料を持っているプロフェッショナルな仕事を、えー、に影響を与える可能性が高いと見ているということと関係しているかもしれませんね。で、あのこれは昨年のサイドですけど、ペンローズという人がいてノベーベル賞を取ったんですけど、僕、英国留学中に会っていて、でその「エンペラージュマインド」っていう本を読んだことが僕がもともと脳科学を志、えー、すきっかけになったんですね。その時は僕はあの えー、東大の大学院生だったんですけどであのミンスキーは当時すごく怒ってて、えー、ペンローズは俺たちより頭いいと思うことをははねかけて馬鹿にしてるんだとか言ってたんですけどまああのー、えっ、ー、とそれから時代が流れて、えー、マインドアップローディングとかホールペンエミュレーションって形で、えー、人間の意識をえー デジタルに再現できるっていう考えている人もいて東大あ渡辺正孝先生はそうですよね FM2030 っていう人はトランスヒューマニズムポストヒューマニズムの代表的な、えー、論者なんですけど、まあ、人間の脳っていうのは我々が今まで扱ったもの,のよりもはるかに、えー、複雑な、えー、システムでありますであのサマートマンがですね、えー、GPT4 について、えー、最もあの <coughs>、えー、複雑で進んだ えー、要するにコンプレクシティーが非常に大きいんですけど、だん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 その人間の脳のコンプレクシティーに近づいてきてるということですね、人工知能が。で、実際にその脳がどれぐらい複雑かということについては、このブロードマンみたいな仕事が古典的にはあって、このブロードマンのエリアというのがよく、まあえー、脳科学では参照されます。 でこれ、細胞構築学的にその、えー、どういう構造をしているかということをもとに,元にその、えー、ブロードマンがこれドイツ語の文献ですけども、えー、ブロードマン名前を付けたんですね、でこれがいまだに使われるそのブロードマンのエリアと呼ばれるものです。 でえー、とさらにその、そういう細胞構築学的なものだけじゃなくても、も、えー、の脳のです、ね、座標形をどうやるかというのはすごく大事なことなんですけども、えー、脳の中に実際にその空間を処理する、えー、GPS 細胞と呼ばれるような領域があって、これでノーベル賞を取ったんですけども、えー、例えばエントライナルコーテックスのグリッドセルとか、ですね、えー、それからヒポキャンパスのプレースニューロンのようなものがあります。 えでトライラフがですね、えー、いろいろのそういうなんか座標形を提案しても いますさてあの、脳にはです、ねえー、とフォルトレランス、えーと、要するに代償 <coughs>、えー、機能というのがあって、脳の一部がダメになっても、他のところで代償するということがあるんですけど、えー、これは人工知能でも見られる現象で、えー、とそのいかにその、えー、とグレースフルデグレデーションというんですけども、えー、のその人工的なネットワークも、また脳のネットワークと同じように、一部が、えー、破壊されても、機能は、えー、急激に落ちないということがあるわけですね。 まあ、それで、このタ田ラ派が開発した座標系というのが、いまだに使われているんですけれども、そういう形で、その脳のその座標系をどのように記述かっていうのは、非常に重要な分野になっています。それから、その dti みたいな手法を使って、脳のですね、解剖学的な結合を。 ホワイトマターですね、どのように傷つくかということについても進んでいます。さらに脳の中にはその、まあ、細胞内にいろいろな細胞なんかの詳細の構造があるわけなので、でまあ、意識の科学という意味においてはいかにこのマイクロチューブなどを含めた微細な構造を パラメーターとして取り入れていくかということはとても重要なことで、昨年ですね、細場にシトワタハメロスさんが来てくださって、いくつかレク,あのレクチャーしてくださって、それの記録が YouTube に残ってますけれども、スワタハメロスさんはペンローストさんと一緒にマイコチューブルが意識と関連しているという考え方を持っています。僕はこの考え方にはあまり賛成していません。まあ、脳はとにかくあの複雑な、えー、システムで、100種類以上のニューロトランスミッターがあるわけですね。 でえー、この、えー、と神経伝達物質の複雑性にどう向き合うか、それからそ,の、えー、とそれの、えー、と放出と吸収、再吸収みたいなものをどういうの、えー、とモデルに取り入れていくかというのは、とても難しい問題です。私の脳科学の師匠は伊藤正夫先生で、理科学研究所で指示していたわけですけれども、伊藤正夫先生があの最後にお目にかかったときにおっしゃっていたのは、森、えー、あの大脳皮質の計算論が。 ままだだないいんだよねっていうふうに言っててううふに言した。伊藤先生は小脳の、えー、計算論から予想される LTP、LTD、この LTD の方を見つけられたんですけども、えー、まあとにかくですね、このような、まあ、LTP とか LTD とか、その脳の可塑性の分子メカニズムも含めた、このようなその細胞のネットワークをどのように。えー、まあ、 評価するかというのても難しいそして遺伝子発現でいうとアン・インシティかその遺伝子発現の時空間的なマッピングをいろいろやってるわけなんですけども、えー、そのようなことも含めて、えー、本当に脳は複雑でですねであのまあ時には我々はそのゲーテがファウストで書いたいろんなことを学んだんだけど結局中心で何が重要なのか分かんないっていう、まあ、そういう状態になることも重要確かです。 だからこそ我々は概念が必要なんですけどもあの GP ですから今ラジアングジズモデルがですねなぜそんなに衝撃なのかというとまあだからその、えーラね、リューラーネットワークというですねある意味じゃ脳から学んだ、えー、そのまあ、えー、と要するにえっ、ー、と ディープラーニングのです、ね、メカニズムから、えー、といろんなことが扱えるというようなことが出てきたんで、非常に GPT-4 とか GPT-3 ってことは非常に、えー、衝撃的なんですよね。脳も新しい刺激に対して特別に強く反応する性質を持っています。それから脳の、えー、と考え方で重要なのは、例えばそのファンクショナルローカイゼーション、えー、ある機能があるところに極在しているって考え方、それからそれがディストビュートしているっていう、その2つの考え方が大事で、 で例えばアブソルートピッチ、絶対音感なんかの、えーまあ、関与している部位がどこなのかということも分かっていて、こういうのが典型的なそ認知神経科学のアプローチなんですよね。<laughs> でそういう時にその、えー、ときとある神経細胞からサプレッションされたり、あるいはその逆にファンクショナルカッピングするというのがとてもとても大事なことです。ミラーニューロンというのは皆さんご存知だと思うんですけど、鏡に映したように自分と他人を。 えー、表現する神経細胞なんですけどもこのミランニューノについても、えー、どういう、えー、文脈でどこが活動するかっていうことが分かっていますでこのまあ人工知能はですね、まあ、こういう脳もともと脳の部位、えっと、脳のそのメカニズムが学んでるんですけど多分 TICZ みたいなですねお絵描きソフトに、えー、まあ、えー、このなんか一角字を書かせるとなるとなんかすごくなんか変なものが出てきちゃうわけなんですよね でだんだんこうやってあの会話していくにしててうまくなっていくんだけどこう,こういうなんかその、えっと、人工知能のクラムジーネスっていうか、えっと、まあなんていうかね、えー、GPT-4 に要するにこういう TICZ で、えっと、絵を描くプログラムをさせたって話なんですけど。 GPT-4 がこういう形でそのだん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 学んでいく能力を持っている、最初はなんかすごく変なところがスタートするんだけど、それはすごく重要なところで、えっと、ハビオシャールさんがですね、えっと、10年前に僕と喋ったときに、人工知能と話す、あのチェス商業でやると変な人格だから嫌だって言ってたことがあったんですけど、確かに人工知能っては、なんかその、まあ、人間が伝統的に、えー、発達させてきたビッグ5みたいなパーソナリティのスケールになかなかいかないところがあるところがあるんですね。そこに えー、あんまりなんか、えーまあ、落としていけないところがある。一方で、その歴史からハイポシスっていうのがあって、えーと、言語によって表現されている世界一っていうのは、意外とロバストだってこともあるんで、えー、とラージナングジモデル LLM って、これだけいろいろあるんですけども、えー、そのラージナングジモデルがなぜここまで、えー、なんていうか、あのうまくいってるのかっていうと、その えと背後には歴史からつまり言葉によって世界のさまざまなことが表せるということがあるのかもしれません。であのパーサイジーって本当になんかいろいろ複雑なんですけどもあの、まあ、今の,そのパーサイティリーサーチの問題点っていうのは統計的なその認知相関は説明できるんだけどその背後にある複雑系のダイナミックスがなかなかできなくて2021年の複雑系の えー、ノーベル賞受賞はとてもいいことだったんですけどもともとはそのローレンツという人がいろんなことをやった人でローレンツアトラクターというのをやってこのコンピューターを使ってですねローレンツエクエーションを使ってストレンチアトラクターというのが,あるってことが分かったわけですね国家庁の羽ばたき効果というのも出てきたわけなんですけどもえと基本的にそのえとコンプレックスシステムというのは予想が不可能だと例えばえと地,球地球の気候なんかも予想不可能で過去3回スノーボールアウスという状態があったことが分かっているわけなんですけども でブラックスワンイベントと呼ばれるようなその予想できないことも出てくると、ディアポノフエクスポーネントというのは、要するにディ、ね、アポノフ指数というのがどれだけ予想できないことかということを表す指標で、その逆数がディアポノフタイムで、このようにそれぞれのシステムにおいて、これだけの時間が経つと、大体予想ができなくなると、でこのようなことというのは当然、自由意志とも関係するわけで、あのまあ、そのコンプレクシティのメジャーとしては、 これもゴロフコンプレクシティみたいなメジャーもあるんですけど、まあ、とにかく世の中っていうのはこの、えー、マンデルブロ集合みたいに非常に複雑な状況になったわけですね。で我々は、えーまあ、なんか要するに 遺伝子の初期状態があってそこから経験によっていろいろなその、えー、ロバストなネットワークを出してくるんですけどもこのようなですね、あのー、まあことを人工知能が今どのように、えー、再現しているのかっていうのが非常に興味深いところですでこの人は GPT4 によってですねレン・パーフェットのような経済的なアレジスをするボットを作ったんですよね で、あのこれは要するに一方でこれちょっと変わってるんですけど、えっと人工知能によって人類が滅びる存在論的な危機ということがあると言われていて、それはこの授業でずっとあの、えー、やっていく予定です。であと、gpd 4がですね。えっとね。ネットに直接直接読んだり、直接書き込むような機能を持つことが。 より大きなリスクをももたらすととと。いうことも言われているとそれからそのプロンプトエンジニアリングでも GPT4 が自ら自身であのプロンプトをなんかやり取りするっていう能力を持たすっていうことも、まあ、今やられてるわけなんですけどこれが非常にセキュリティ上の問題になるってこともいわれているとであのエリザー・ユドコフスキーってこれあの何回もこの授業でこれから出てきますけども、えー、そん人類の存在論的な危機に対して非常に えーまあ、強く継承していいる人でございますそれからオープン AI のもともとイーロン・マスクがその、えー、関与してたんですけど今マイクロソフトとその商業化の道を選んでいてそれに対してマイ,オープン、えー、イーロン・マスクは大変。えー 批判的であるということは、皆さんご存知かと思います。まあ、とにかくですね、えっと。ロボット技術との関連も含めて、いろんなことが今起こっていて、で、そのチューニングテストですね。人間と自分、えー、人間とあのううアランチューニングの,あ,の,あ,のありますけど、バンクノートが、えーとえーとえー、とこれ、イギリスの五十ポンド札ですけども。 あのチューリングテストみたいなもので人間と,えーと人工知能を見分けられるっていうのももうなんか誰も言わなくなっちゃったっていうかチューリングテストをおそらく合格したに近いっていうでそのこれよく使われるミームなんですけどそのチャット GPT のプラグインを入れると いろいろか違うことが出てきてで、ここでその悪い癒効果というのがあることがられてとても面白いんですけど、これ、ちょっと皆さん、これ、すごく重要なことなんで覚えておいていただきたいんですけど、LLM をある方向にトレインしても、ですね何かの方法で悪い字が悪い字になるみたいに、逆転する可能性があると。だから例えばえ、リベラルでひっ左側のチャット GPT が何かの理由で、例えば、 プロンプトエンジニアリングとかプロンプトインジェクションで、全く逆の、えー、右で、えー、なんか、例えば、うんえー、コミュニタリアンのような性質を持つ場合もあるということで、このような性質を持ってるということは重要であると。で、結局ですね、脳はスモールワードネットワークなんですけど、このようなスモールワードネットワーク性を持ってる、えー、システムって、そう簡単には、なんていうか、制御できないっていうか、予想できない。だからこそ、創発するってこともあるんだけど、その創発するってことと、 あのえー、制御できないってことはおそらくトレードオフの関係にあって、ここがすごくこれから難しくなってくだろうと思うんですよね。で、えーとまあ、AI は意識を持ってるかどうかってことですけど、えーとまあ、意識そのもの、まあ、この授業でも何回かやりますけど、コニマーキーによれば、我々は意識っていうことについて、えー、実は理解できないんだと、それがコンディティブクロージャー、認知的閉鎖っていう議論ですけども。 っと我々は、えー、とそもそも人間の脳を理解できるのかという問題になるわけですね。で、この授業ではそこの辺の話をしていくんですけども、あのまあえー、まあ、なんていうか、えー、アインシュタインは、えーまあ、どうやってそのロレンツ変換というのはもうすでに知られてたんだけど、そこから相対せるようにいったのかというと、前提になっていることをいろいろ取り直すことで、そういうことを成功したんですよね。でこのの授業ででもいいろろ人工知能のです、ねえー、急速なな発展をリアルタイムで見ながら 脳についいいいいいいてててて前提されていることとをろろり直していきたいと思っています。それではまた来週会いましょう。というのが東大の1回目の授業のサマリーだったんですけど、まあ、実際の授業はいろいろ議論をしたりとかしてるんでインタラクティブなんですけど主に主なこのサマリー動画の主な目的はどっちかというとその引用している論文とかそのツイートとかをもう一回ここで見てもらうってことが、えー、まあま 主な目的なんで、えー、ちょっと書き足でしたがあの皆さん、えー、一緒にこの素晴らしい人工知能革命の時代を楽しんで学んでいきましょう。